皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、夏休み特別企画としまして、ルインハザードということで初の廃墟探索にやってまいりました。はい、今日やってきたのはですね、福島県は田村市にあります阿武隈高原ホテルの廃墟です。はい、そこにやってきたんですけれども、ここはですね、いわく因縁があるという話はあまり聞かないんですけれども、近年 YouTube 界隈では少し注目度が上がっている廃墟になります。で、ここはですね、いわゆる温泉施設を中心とした、レジャー施設ですね。温泉と宿泊施設がある、ホテルがメインなんですけれども、その周りにですね、キャンプ場ですとか、あとは養魚場とか釣り堀、そしてその養魚場で育てた魚を出す、食堂的なものと、それから教会があります。はい、で、一応ホテルで、結婚式場としての使われ方がメインかなとは思うんですけれども、ここはですね、一応前に登山道がありまして、そこの登山客なんかを、その帰りにこう温泉に使ってもらうという、意図もあったんではないかなと思うんですけれども、ただですね、ここは1998年頃、平成10年頃ですねに開業したんですけれども、なんとその8年後には閉じられてしまった、廃業してしまったというところで、なぜその8年で終わってしまったかと言いますと、とにかくここは非常に山奥で、交通の便が悪いので、その事業が始まった当初からね、あまりこう営業成績は芳しくなかったようですけれども、何よりここはとにかく冬は寒くなります。はい、気温もですね、低い時はマイナス10度をこう下回るような時もありますので、そういう時にですね、やっぱりこう暖房をこう焚かなきゃいけないんで、その暖房費がかさんで、だんだんこうね、さらに経営が苦しくなっていったということで、8年という短い期間でこう廃業してしまったということですね。というわけでですね、今日はこの廃墟探索行くわけなんですけれども、とにかくここは明かり一つありません。今一度このバッテリーライトを焚いてますけど、これ消しちゃえば本当にね、周りはもう本当に真っ暗な暗闇なんですけど、ちょっとですね、怖いんですけど、そこはですね、特別企画として勇気を出してちょっとね、廃墟探索行ってみたいと思います。はい、というわけで阿武隈高原ホテルやってまいりましたけども、夏休みにですね、納涼企画として、やろうと思ったわけなんですけど、ちょっとお盆前からですね、ちょっと寒くなっちゃいまして、今現在気温16度しかないんですけど、納涼という割にはですね、ちょっと過冷却になりかねない、ちょっとね、寒い陽気なんですけど、はい。ではちょっと建物に近づいてきたんですけど、ここはですね、こちら、2階に直接上がれるエントランスがありまして、それとは別に、はい、こちら正面玄関なんですけど、はい、こちら1階にも入り口がありまして、こちらはですね、いわゆる温泉施設用の、エントランスですね。はい、失礼します。誰もいないとは思いますけど、はい、こちらが1階のエントランスですね。はい、そんなにこう残留物はないのかなという感じですけれども、とりあえずですね、まずこのフロアの構造を知りたいと思うんですけど、どっかにですね、館内のマップがあるんじゃないかなと
と思うんですけど、あ、ありましたね、これ。はい。ここにありましたね。1階のマップを入手しました。はい。で、まあ、1階のエントランスなんですけど、まあ、この辺になんか書類とかレジとか散乱してますけど、これは多分、まあ、レジとかは、まあ、会計に使ってたものなんでしょうけど、まあ、この辺にこれ散らばってるのは、あ、日報ですね。はい。ちょっと音がちょっとしてますけど、まあ、売上の日報でしょうね、これは。はい、ただこれ平成10年よりも前の日付のものがあるんで、これ自分の記憶ですけど、確か平成10年よりも前からあったと思うんですよね、この施設。多分コマーシャルも結構流れてたんで、はい、目覚ましテレビとか朝の情報番組でローカル枠で多分 CM 流れてたと思うんで、それが多分平成10年よりも前からあったと思うんですよね。はい、はい、じゃあどっちから進みましょうかね。こっちが多分事務所で、ここが1階の受付だと思うんですけどね。はい。じゃあこっち、これレストランってなってますけど、こっちからちょっと行ってみたいと思います。で、これまあ廃墟あるあるですけど、まあこの破壊がひどいもんですよね、これね。はい、これは良くないですよね。もうピタピタっつってるのは多分雨水が垂れてる音かなと思うんですけど、はい、お、ちょっといきなりマネキンの足がありますね。これはちょっと怖いですね。はい。で、こっちが多分これ厨房だったところですね。はい。まあ、残留物は多少ありますけど、あまり。綺麗には残ってないですね。ここは食料。で、ここがバー的なものみたいで、で、昔はこの辺にカラオケのステージがあったらしいです。はい。いや、しかしこれ相当壊されてるんで、ガラスが散らばってこれ危ないですね。で、こっちへ行くと、さっきの厨房で、これはタバコの自販機ですか。派手に壊されちゃってますけど、シガレッツですから、タバコの自販機ですね。はい。で、ここはここはマップによると、あ、売店の跡みたいですね。
天井がもうかなり壊されています。で、そっちが最初入ってきたエントランスで、ここはトイレですね。で、上にこう看板がぶら下がってますけど、無料休憩所となってますね。こちら畳敷きのなんか舞台があって、多分カラオケとかできたんじゃないですかね、これね。じゃあちょっとエントランスの方に戻って、事務所の方行ってみましょうか。いろいろ散乱してますけど、これまあ廃墟にありがちですけど、本来これね、配線がいろいろついてたんだと思うんですけど、まあほぼほぼ完璧に配線は盗まれちゃってますね。で、これ多分防犯カメラだったですかね、このモニターが。もう完全に画面焼けしてて、うっすら映像が残ってますけど。この辺は多分これあれですか、経営とかのシステム的なものが残ってんですかね。それ多分端末だったんじゃないですかね。受付。で、この棚ずらってあるのは、温泉なんかだとロッカーの鍵をこう手首にゴムで留めたりしてたと思うんですけど、多分それですね。じゃあこっち行ってみましょう。ここはランドリールームですかね。このドラム式の洗濯機とか乾燥機とかありますから。で、これがズボンとかプレスするやつですかね。扉が、これ一旦外になるんですかね。ここにも畳敷きの部屋があって、で、この紫色とかオレンジ色のやつは多分館内にですね。こっちに戻ると、多分さっきの休憩所のところだと思うんですけど、じゃあ奥行ってみましょうか。こちらが女子用のレストルームに、
天井のクロスが剥がれちゃって、下に落ちてますね。女子用のレストルームです。これはカラオケの機械ですね。当然ですけど、畳はかなりカビてます。こんなところに2階のマップがありますね。2階のマップゲットです。たらここが一番奥になるんですかね。で、こっち側が女性のお風呂の方、女風呂の方ですね。ょっと失礼して。カビがすごいですよ、これ。ものすごいカビですね、これ。もう全面カビに覆われちゃって、ここは洗面所ですね。で、これ、合わせ鏡ですね。非常に不気味です。そうです。ここにサウナありますね。この温泉の特徴としては、なんというか、その質よりもいろんな種類があったらしいですね。この蛇口とかシャワーヘッドの類は、これみんな多分金属泥棒にやられちゃってるんだと思いますけど、これ蛇口ですよちら、露天風呂です。露天風呂ですね。
ここは、マッサージ室。ここで多分、湯上がりとかにマッサージが受けられたんですかね。で、ここは、ゲームコーナー。まあ、残留物はほぼないですけど、多分ここにアーケードのゲーム機とか置いてあったんですかね。で、こっちが男風呂。脱衣所で、まあ、同じように合わせ鏡の洗面所、そしてこっちがお風呂。まあ基本的に構造はほぼ同じだと思うんですけどね。外は露天風呂でしょうけど、はい、まあ見える、ちょっとうっすら見えるかと思うんですけど、はい、こっちが男風呂の露天風呂ですね。鏡が割られてます。はい、じゃあとりあえずこれで1回終わりだと思うんで、今度2回行ってみたいと思うんですけど、まあ、2階に続くエントランスがあるんで、1回外に出てから2階上がってみたいと思います。じゃあ2階のエントランス行きます。これは多分食事を運んでた棚かな。紙になってんですね。はい、2階エントランスですね。多分ここがまあ宿泊施設の方の受付と、まあ結婚式場の、まあ受付も兼ねてたんでしょうけど。受付の横のちっちゃい部屋です。ここはクロークですかね。
付けです。ハイヒールが、まあ、ハイヒールってこと高くないけど散らばってんのが、まああのここの曰く因縁というのはなんかハイヒールの足音に追いかけられるとかなんとか、じゃあホールはちょっと後回しにしてこっちから見ましょうか。ここはトイレですね。わあ、ここも派手にやられちゃってますね、これね、ガラス。多分これはここにあの花嫁装を着たマネキンとかがこう並んでたんでしょうけども、はい、これは良くないですよね、破壊行為は。多分ここはその披露宴とかのまあ待合所みたいな休憩所みたいな感じで、多分ここで、まあ、カウンターもありますからお酒も出してたんでしょう。はい、ここが2階、まあ厨房っていう感じではないですけど、下に厨房がありましたからそこで作って、ここにこれエレベーターあるんで持ち上げたんでしょうね。だここは食器をこれ洗ったりしてたところでしょうね。この通路はいわゆるバックヤードって感じですかね。あ、さっきのところはやっぱ配膳室ってなってます。でこのホールの名前が随所の間、外はバルコニーですか。しかしこれ冷蔵庫倒されちゃってるけど、こっちは鳳凰の間ってなってますけど、まあ、あのマップを見ると多分あの一つの部屋として使う時もあれば、こう仕切って使う時もあったみたいですから、多分それで2つ部屋が取れるっていうことですかね、規模に合わせて。こっちのその階段は下に降りる階段ですね。ここは配電盤がありますけど、多分この辺でコントロールをしてたんでしょうね。はい、そしてここがメインのでかいホールです。結構でかいですよねこれ。ただまあこの構造的にこういう
柱がホールの真ん中にあるっていうのはちょっと、それなぜかランマ2分の1でか単行本が散らかってますけど、まあ広いですね結構。はい、でちょっと凝った作りの柱なんかありますけど倒されちゃってますね。でここにこれ仕切りがいっぱいあるんですけど、これを動かして多分この仕切って部屋を2つに分けられたんじゃないかと思うんですけど、これはオーディオの操作関係の機械が入ってたやつかなと。で、こっちがさっき見えてた、ここもやっぱあのホールの外の休憩、まあ、待合的なところかなと。こっち側は駐車場ですね。こう聞こえてるかどうかわかんないですけど、ザーっていう音は近くを流れる川の音ですね。多分雨降ったんでちょっと増水してるのかなと思いますけど、じゃあ2階これで終わりっぽいんで、そこに階段があるんで3階行ってみましょう。3階がいわゆる宿泊施設になってますね。3階です。この辺にこれ置いてあるのは多分これエアコンの室外機とかそれを固定しておくものじゃないかと思うんですけど、やっぱり金属泥棒が入ってますね。したらまずはこっちの事務室。
事務室って言ってもなんか、棚があったり、多分これ従業員のサムエ的なもんだったのかな。しかないんですよ、ね。こっちは、お、これ神棚でしょ。これ神前の結婚式の神棚だったんじゃないですか。だけどこれは壊しちゃいかんでしょう。こんなちょっとなんかめっちゃ落としてる。一番南側になるのかな。こっちにも部屋ありますね。ここは3部屋ありますから、もしかするとここはいわゆるスイート的な一番広い部屋なんですかね。ここはちょっとドアノブがなくなっちゃってますけど、多分これまあ水回り、トイレとお風呂かな。こういうふうに部屋が続いてます。ここは、あ、多分あれですね、結婚式の時にここにこう家族が並んで写真撮るところだったのかな、これはね。301になってますけど、開かないです。じゃあこっちの302、あ、こっちは開きます。続きの部屋ってことですかね。こっちがバルコニーですね。
ここは。ここは洗面台が2つある。ここはもしかしてお色直しの部屋ですかね。ここにお衣装ってありますから、ここが披露宴やる時の色なしの部屋ってことですね。ここに旅。そこにこれドアがあるんですけど、多分これ隣とつながってる。隣とつながってますね。なぜか。ヤンマガジンとか置かれてますけど、姿見ありますね。ですね。ここはちょっと部屋がちっちゃいような感じがしますけど、一部屋だけですね、ここは。ここは二間続いてるやつで。これはいかんですね。ちょっとドア開けるの危ないだろうから、ここも外から回って行こうか。とりあえず3階の客室はこんな感じなんで、あと屋上出てみましょうか。これは大きな機械ですけど、これエアコンの室外機はもうことごとく壊されてますね。これさっきの椅子ですけど、まあ室外機の中に銅を使ってるところが結構あるみたいで、それをこうみんな盗んでいくみたいですけど、これ屋上行く階段ですね。めっちゃ錆びてますけど、ちょっと暗いですけど、屋上出ました。
て、ここにこう立ってるポールはこれ全部多分危険防止のフェンスが貼ってあったはずだと思いますけど、全部これ盗まれちゃってますね。はい、ホールですかね。ここにあるのはこれあれですか、結婚式の帰りに引き出物とか入れる袋がここになぜか大量に置いてあります。ここにこう散らばってます。エレベーターシャフトですね、これね。お、このエレベーターはいわゆるワイヤーで吊るすタイプじゃないんですかね。この両側にこうレールがあって、はい、というわけで、今屋上に上がってきましたけれども、今ちょっと天気は曇りで、辺りは全然、まあ当然ですが真っ暗なんですけど、とりあえずこれで探索終わりにしたいなと思うんですけど、一応ですね、この建物こっちの方にはですね、日本家屋をちょっとリフォームしたような食堂的なものと、あと、教会があるんですけど、最後にそれちょっとだけ見ていきますかね。はい、こちらが日本家屋的な部分なんですけど、見てるようにですね、昔ながらのかやぶきの日本家屋に、トタンをかぶせた、田舎じゃよくある修繕方法をしてますね。ここはキッチンですね。こっち側にもう一つ厨房がありますね。はい、
これはビールの自販機ですね。テレビが打ち捨てられています。これ東芝のテレビですね。これはプロジェクションテレビですね。ナショナルのプロジェクトのナショナルのプロジェクションテレビですね。そこにあるのはこれテーブル筐体ですね。もしかすると small とか書いてあるんで、これはテーブルビンゴ。違う。なんかポーカーですかね。はい。というわけで、日本家屋は以上です。ちょっと床が抜けそうなんで、そっちでこうジョボジョボジョボって落としてるのは多分池かなんかあって養魚場とか釣り堀があったようですけど、ちょっとやぶが濃いんでそっちには行きません。はい、こちら教会ですね。ちょっと草が多いですけど行けないことはないかなと。非常にシンプルな、本当に教会の施設だけっていう、まあ、結婚式を挙げるだけの設備だけってことですかね。で、多分真ん中に十字架があったんだろうと思いますけど、これ真ん中の棒抜かれてますね、これね。これはいけませんよね。はい、というわけで阿武隈高原ホテルでございました。まあ、自分は霊感があるとか、こう霊を感じるとかっていうことはないんで、まあ、ありのまま耳に入ってきた音だけしか感じられませんでしたけども、まあ、とにかくここはね、広いです。1階から3階まであって屋上もあると。で、その反対側にはこう日本家屋があって、であと供養会があってという感じなんですけど、まあこれちょっとね編集してみないと何とも分かんないんですけど、とりあえずですね、廃墟探索1回目この辺りにしたいと思います。はい、まあですね、これ完全に自分の都合になりますけど、第2弾が作れればいいかなと思っていますけれども、まあ、これからですね、帰ってちょっと編集してみたいと思います。はい。というわけで、最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画、再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。